よしよし、困ったな夜泣きなんて。うん、よしよし、チューチュー、お願いだから早く寝ておくれ。ふぅ、もう僕の方が眠くなっちゃう。あれ、有栖川先輩、やっぱり。やあ、君か。普段の制服姿じゃないから最初誰だかわからなかったですよ。そう、先輩ってほんとスーパーモデルみたい。制服姿も凛々しくてかっこいいけど、こんな女性的な先輩を見たらきっとみんな驚くだろうな。ところで先輩、どうしてこんな時間に一人で？君は夜でもその格好なんだね。ええ。なぜいつも男の子の格好をしてるの？そうですね、なんていうかな、本当のこと言っちゃうと王子様の影響かな。王子様？昔小さい頃僕は王子様に会ったんです。で、その王子様が言ったんです、君の強さ、気高さをどうか失わないでほしいって。そして二人が出会った思い出にこれを、それが君を僕のところへ導くだろうって。その時の王子様の姿、かっこよかったんですよね。だから僕はその人に会いたくて、ううん、少しでもその人に近づきたくて、きっとこんな格好してるんです。すみません、なんか変な話しちゃって。でも生徒会の言うバレの花嫁とか奇跡の力とかは信じられないけど、なんていうか、あの人と僕の運命みたいなものは信じられるんです。それを奇跡と呼ぶならそうかもしれませんが。先輩、バラの刻印を、この指輪を捨てろ。気持ち悪いな。つまり君の気高さとやらは好きな男に言われてやっているだけの猿芝居なんだ。そうとも、バラの花嫁を奪い合うなんてことも君の言う王子様へのセンチメンタルと同じで馬鹿げたことさ。だけどその資格があるのは本当に気高き者だけだ。君のような娘にはバラの刻印は似合わない。嫌だ。くよ。これはあの人と僕のたった一つの絆なんだ。失うわけにはいかない。ならば貴様の言う奇跡を見せてみろ。その正体を私の剣が暴いてやる。